ST3 っていうねバイクでございます、はい、こちら の, あのプラグをね、はい、で見たところ全然、ね、減ってないですね、はい、まあ、乗ってないんですよ乗ってないで、まあ、クリーナーでねもうすぐ落ちるんで、このなんていうんですかね、このネジのとかの部分ね、大体あので、ね、全体的にくすぶってる感じですね。だから乗ってないからと思うんですよ、はい、前回の車検からどうのこうのとかね、で途中もしかしてエンジンかけてるかもしれないですけど、乗らないとねプラグどんどん、はい、くすぶりますからね。前回の距離から今回の距離からみたいなね、変わってないみたいな。でこれ2バルブになるので、失礼、2プラグになりますから、向こう側とこっち側ね、で反対側はバッテリーを外したときにやりましたけど、バッテリーのカバーの、バッテリーケースの裏側なんで、非常にメンテナンスがしづらいバイクということになりますね。ですので、まあ、車検の時とかね、そういう時にこう、一緒にね、見るのがいいのかな。で、これ、プラグがですね、チャンピオンのプラグなんですけど、NGK ではないみたいです。車種設定されてないですね。で一応それに相当するものとして、CR9EB だったかなっていうのはまあ一応あるんですけど、まあ、NGK の言い分としては一応該当しているというだけであって、形状だと思うんですけど、車種に対応している、保証対応しているとは限らないっていうね、保証しませんみたいな感じでしたね、はい、だからまあもちろん純正のプラグ、もし買えるんであれば純正のプラグが一番いいのかな思いますが、はい、で、これ水平バンクっていうのかな、でこっち側がこれです、ここです、ね、であと反対側にももちろんあると。でツインカムであれば真ん中にこうあったりするんでしょうけど、これの場合は、OHC なのかな、で3バルブっていうね、はい、デスモ3って書いてあります、ね、3バルブになるので、で何ですかね、何に該当相当するのかな、多分モンスターとかに使ってる1100のツインスパークでしたっけ、デュアルスパークみたいなのあるじゃないですか、それがベルト多分それと一緒だったような気がするんですけどね、コックドベルトっていうんですかね、タイミングベルトがね、うん、まあ、まあその辺は、はい、で今はねベルトも純正品じゃないのもいっぱいあるんで、だからまあ純正が高いようだったらまあそういうのを選ぶっていう選択もありますよね、はい、そんなにしょっちゅう買えるようなものでもないんですけどね、まあ、こだわる方もいらっしゃるでしょうし、はい、ね、そしたらもうしょっちゅう買えていただくということです、はい、うちはあんまり買えません、はい、過去に ST、S4 かな、 S4 は交換してねお渡ししたりとか、あとM900 でもね、乗る方がね、変えてほしいっていうね、ことで変えたりとかね、そういうのはありますけどね。まあ、あんまり、はい、無理して変えるもんでもないなと思うんで、はい、金額を考えるとね、あと、どうしても変えなきゃいけないものというわけでもない感じです。でほら年数っていうか距離でね絶対変えなきゃいけないみたいなね、うん、そういうふうに思う方もいらっしゃると思いますが、ね、一番いいのはね、うん、ちゃんと距離で変えましょうっていうのが一番大人のね回答っていうか、ね、そういうことだと思うんですが、うちはね無理して変えなくていいんじゃないですかっていう考え方ですねそうすると、あ、ここはお店は信用できない、ね、本来変えなきゃいけないものを変えなくてもいいみたいなこと言ってるっていうふうに思われるかもしれませんけどね。いやこれね、U 字ロックついてます。はい。で、これ、鍵、一回も使ってないんじゃないのこれ。そのままなんじゃないですか。これね、はい。U 字ロック。はい、出先でね、まあ、もちろん、自宅で置いとく。まあ、自宅の場合は、あれですけど、出先でね、こう、携帯してって、そしてそこでっていう、できるんですよ。あと、この、メット、ね。で、小物入れ、これちょっとあるんですよ。これちょっと嬉しいですね。はい。最近のオートバイ、小物入れがないんで、うん、そういう意味では大した問題ね、うん、と思います、はい、そしてこれでね、タンクを、ね、リフトできるんですよこれね、うん、ST はね、ただバッテリーをこの中にあるわけじゃないのでリフトしてもあれなんですけど、はい、それで、一応ステイがあって、でこれで受けられるんだけど、まあ、あんまりこれで受けとくのはおすすめはしない感じですかね、危ないですよ、
デアクリーナーボックスね、まあ、1万キロしかしてないからね。でこうやってやるとここがやりやすいですよね。ただ危ないので、危ないというのはこのここだけで支えてるんで、はい、危ないからなんかこう木片かなんか入れてちょっと絶対落ちないようにしとかないと、ずるっといってね、なんか揺れたりしてガタッと倒れたら大変なことになっちゃうんで、木片みたいなので支えといた方が安心かなって気がしますね。でプラグここにあってね、でこっち側のプラグをここにあって、やりづらいよね、うん、デスキがついてるね、ダイレクトイグニッションではない、ね、まだね、はい、でこれで両方のプラグ外せるでしょ。でねこれね、あこっちについてるか、溶接ね、モンスターと違うんだね、はい、モンスターと違う、まあ、モンスターと違うって当たり前なのかもしれないけど、タンクの形状が違うので、モンスターと違うんですけど、モンスターだと下側にこうヒンジみたいなの溶接してあって、あそこからね盛るようになっちゃうんだよね。多分上げ下げでそこに負担がかかってっていうんじゃないかなっていう気はするんだけど、違いますかね、はい、でこうカウル外すとフレームが見えて、あモンスターと同じフレームじゃないかと、ね、モンスターが同じフレームなんですけどね、感じですね、あの初代モンスターのラージフレーム、最後の方のラージフレームって言ったやつですかね、多分ね、やっぱりね、かぶってでしょ、かぶり気味なんでね、でこれ掃除してれば、はい、なかなかいいね、綺麗だねなかなか綺麗、よかった、やっぱ綺麗っていうのはやっぱり重要ですよね。で、まあ、何が重要なのか、やっぱり綺麗だということはやっぱそういう扱い、ね、扱いがよく、汚いってことはそういう扱いを受けてたってことになっちゃうから、うん、そういう意味じゃやっぱり綺麗なのってのはいいような気はするんですよね、はい、でこれツーリングモデルだからね、距離的にも全然走ってないとなっちゃうんで、やっぱりね、乗った方がいいですよね。あ、そう、それであの、たくみさんがね、はい、お見えになりまして、車検なんですけど、はい、以前にね、探してほしいって言われて、はい、購入、いただいた車両ですね、はい、ちょうど見つかったんですよ、珍しいんですけどちょうど見つかったんですよ、ちょうど出てたんですよ、だタイミングがね、はい、やっぱそういうのってあるんですよね。でその後出てないからそれを逃したらもう出てこないみたいなね、うん、でまあ、距離的にもそんなに走ってないしね、まあ走ってても、まあね、まあ、走ってない場所もないかな。そう、結局ほら整備ちゃんと整備して乗られてた車両だったらいいけど、そうじゃないとね、いろいろ問題があったりしますから、はい、そうで、あの働く人っていうね、なんかお店あるじゃないですか、そことあのゆるキャンっていうところのコラボのね、シャツ、長袖の T シャツとは言わないのかな、まあまあ長袖ですね、それをあの、はい、よかったらっていただけますありがとうございます、はい、でなんか昨日行ったら、でサイズはね3種類かな、 MLLL3 種類あったらしい、でいっぱいあったらしいんですけど、昨日行った時には、今日朝行ったらもう LL は売り切れで、 L と F しかないっつって、はい、でまあ2種類ですね、はい、うちのとっつって、うちの分、うちの相方分ですね、はい、いただきましてありがとうございます、はい、ね、早速そう 1台はね、あの B のがね、絵が確かあの B の乗ってますよね、主人、まあ、誰が主人公なんだろうわかんないですけどね、そんなね、
ゆるキャン、ゆるキャン、はい、やっぱり何でもそうですけど、アニメとかね、何々なんだとか、そういうのっていうのは重要ですよね。それで流行るっていうかね。これ入んないで。え、このプラグどうやって外すんだ。こっちのプラグどうやって外すんだろう。16mm のレンチ入んないじゃん。フレームがあって外せないじゃん。どうやって外すんだろうな。過去にもなんかでもそんなのあったな。うわ、これ外せないよねっていう。16mm で頭が短くて入るのかって言われると、そういうわけです。高さが一番短いのこれか。これだ。これどこなんですっけ。デーン、デーン、ね、デーン。バンドがなんかいますよね。デーン、はい、ね、これはディーンだよ言われてる。あ、入んないわこれ。こっち側はもしかするとタイミングベルトカバー外してやるのか。じゃないと入らない工具が。うわー大変だねこれ。やばいバイクだね。そっか。そしたらこれタンクリフトをしたら水が出てきてドレーンから。だからバッテリー、バッテリーのホルダー外して、それでタイミングベルトカバー外して、まあ点検した方がいいですね、タイミングベルトね。まあ私がやらなくても多分ずっとはい、ディーラーでやってたっぽいんで多分点検してるでしょうけどね。まあ、私ができることは大したことではございません。はい、うん、外せないってすごいバイクだな。だからタイミングベルトカバーを外してからやる作業みたいですね。その間エアクリーナー見よう、ね、とりあえず入る。であとこれ車検が残ってる車検なので、車検はねないんですけど、いかないんですけど、あとブレーキフルードだとかやれなんだとかね、うん、そういうのは交換ちょっとねしますけどね。ブレーキフルードとクラッチフルード汚いもんね。嗅いでないっぽいもんね。綺麗、はい、ね、綺麗ですね。なんか多少は入ってますね。綺麗。これ戻してね、こんな感じになってるんですよ。キャブ車でね、変えてたりするとこれ外してたりとかありますけどね。あ、ファンネルがね、アルミなんだ。中のファンネルアルミですね。これ、すげえ。アルミでしょ、これ。違う。ね、ちょっと私が皆様の代わりに、覗いてみます。ないよ。まあ、とりあえずね、ちょっと見ていただきたいですね、思います。はい。ほら、こんな感じです。かっこいいですね。このアルミのね、ファンネルね。アルミでしょ、これ。ほら。どっちもね。はい。それで、まあ、スロットル開けると、こんな感じで、もちろんね、はい、開きます。はい。こんな感じでね。こんな感じね。はい。はい。いいですね。ね。いい。うん。なんか、すげえ、高いバイクみたいな。金かかってるって感じですよね。はい。まあね、金かかってるよね。うん。だから、それ考えたら不当に安い、お得ですね、お得、うん、だけどやっぱりいやなんとかじゃないととかね、乗る人はね、例えばスーパーバイクじゃないとっていう方が、ね、多いと思うんですよ。もしくはやっぱりモンスターだとかね、ディアベルだとかね、はい、要は人気のあるモデルっていうね、うん、でやっぱりその分高くなっちゃうんですかね。なんですかね、その人気っていうのはね、うん、そう、専用のエンジンね、3バルブの専用のエンジンで、で、もちろんこれラジオで、ST2 はついてない、確かついてなかったですけど、3はついてるんですね、オイルクーラーね、オイルクーラーついてます。はい、で、モンスターとは位置違うね、モンスターは上だもんね、これがないからね、揺れ、普通の空揺れですからね、これがこっちですね、これはね、水冷化されてるんで、つい、うん、金かかってるね。うん、それ考えたらやっぱりお得、いや今でも中古となってね、安いからお得ですよね、うん、でも走りはねドカティですからね、うん、これでしか得られない、ね、3気筒でしか得られないっていうのがあると思うんで、うん、でこれ木で受けてますけど、ちょっとこうやっぱりね、これで受けるの怖いんですよね、これだけで受けてるのね、はい、ついてるんですけど、まあ、簡易的にちょっとその場でっていうのはいいんですけど、なんかで揺れたりなんだりってバーンと落ちちゃいますから、これがね、樹脂のタンクであればへこみがそこにポコッとはまるようになってるからまだいいんですけど、これはただ
横でゴムのあれで横で受けてるだけなんで、このヘリのとこでね、危ないんですよ。でこうなってますけど、これゴムでペラ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 したから簡単にペロっていっちゃいますから、何の話だ何の話なんですかね、はい、うん、いいわ、うん、ST3、うん、ST4S ABS とかもいいですけどね、 ね ST はいいですね、うん、特に中古だと値段安いから、これお得だね。うん、だそういうバイクっていいですよね。うん、ただ、いいのがないっていうね。うん、人気がないがゆえに、乗ってる方が どういうつもりであれば、存在な扱いを受けてるっていうね、そういうのがあるっぽくて、いいのがあんまりないんですけど。で、程度良くてこういうのがあったら、安いし、お得じゃないですかね。うん、無理してね、スーパーバイクは乗る必要ないます。それがいいっていう人はまあじゃあハチャベツですけど、うん、ね、ちょっとドカティも、ね、っていうふうになればいいんじゃないですかね。 SS ね、 SS も厳しいですよ、結構乗るのねきついですからね。いいな、これ LED に変えたら問題起きるのかな。これはそんなテール LED だったらいいか、電球なんだけどね、メーターはこんなデジタルのメーターなのにね、珍しいですよね。よし、そしたら戻さなきゃ、ね、その前にちょっと中をね、バルブのあたりがどうなってるのかな、3バルブだから、吸気側が2バルブなのかなとかね、排気側じゃないですよね、吸気側ですよ多分ね。そうするとこれ分かれて途中が分かれて入ってましたから、そういう楽しみ覗くね、うん、こう穴の中覗く、バルブ2本見える、ここから見て、うん、楽しいですよね。どうなってんのかな、こうなってるんだね、ね、でほら綺麗かなとか中がね見て、あ綺麗だな、ピカピカだ。ちなみにあれピカピカでした、これはピカピカ、はい、ピカピカでしたね。ですからこれがどうなってるのかなとかね、やっぱり神秘的なね、ああこのバルブ、綺麗なバルブが入ってる、これです